おぉ、えぐっ。1位は絶対分かります。そうですね。じゃあ1位から言った方がいいですかね、逆に。そっち行くんだ。あれ、まあ1位なの、皆さん。まあまあ、ええええ、はい。おぉ、えぐっ。それ何番やんですか。6番やんですよ。えぐっ。通りで。はい。何もとんだ。中央です。300の。異常やん。異常やん。やば、伸びてこない。手落ちしてからみたいな。マジ？これ。良くなってきたよ。もういいっすか？うん、いやもう。やってきた。え？俺のクラブ。今のは痛い。今のは痛い。結構な勢いで。今のは事故ですね。すいません。奥田さんに謝らなくていい。だってもっとクラブ取ったよ。そう、あの勢いで立ち上がってくれるやんか。見ててください。注目。珍しい会話以降、はい、やんで。ゴルフの好きな選手トップ3。どうですか、こういうの。ほらやばい。聞こえた。ゴルフの好きな選手トップ3。トップ3。これ難問ですかね、逆に。今週は自分しか好きじゃないから。おお、そっか、トシさん前もそれ言ってましたね。自分しか好きじゃないんじゃなくて、ほんまに選手知らない。そもそもです。マジで知らない。多分この2人多分全く知らない。いや、ふうちゃんまだ知ってる。すごい知ってる。ふうちゃん全然まだ知ってるっていう。まあ3とも言わず、好きな選手っているんですか。いや、マキロイです。あ、もうジョン・ベリー。知らないなんて。言ってみただけじゃない。ジョン・ベリー、楽しいです。奇抜な格好。ハマキ？ジョン・ベイリー。ハマキ。それ、ヒメネスちゃん。そう、ヒメネス。あ、ヒメネスか。出た、はいはい。あの、トシコチね、喋らさんだ。髪色いい。お、いい、語り出しました。聞きましょう。聞きましょう。トップ3やで。じゃあトップがナンバーワンの、まあ、マキロイ。で、2位がジュゴンスコン。はい、ありがとうございました。いや、さすがの集団ですね、ダブルG。いや、恥ずかしいわ、逆に。選手を知らない。逆に恥ずかしいわ、ほんまに。ゴルフの会話とは思えない。好きな選手トップ3が出てこない。車の話した方が絶対この2人喋ります。好きな車トップ3ですか。トップ3とかした方が絶対喋りますよ、この2人は。六田さん、僕ですか。どっちから行った方がいいんだろう。1位がある意味分かってる。いや、多分想像通りでいいんですか。ファンの方は、まあ、1位は絶対分かります、ね。そうですね。じゃあ1位から行った方がいいですかね、逆に。どうやろう。どっちから聞きたい、俺のトップ3。ああ、いや、トップ3の方。3位、1位。1番、3位。バカがバレてんな、お前。じゃあ、第3位。第3位。第3位。ちょっと待って、ちょっと考えさせて。はいはいはい。1位は決まってるんや。1位は絶対決まってる、はい、そうですね。みんな多分分かってる。だから2位と3位がそう決めにくいんで、うん、いきますよ、はい、じゃあなんかこう好感がつくんですかね。ジェイミー・サドルスキー。ああ、そっち行くんや。そっち。ジェイミー出てきたんですよ。結構そっち。何ですか。あれ、ジェイミー。え、次2位行こうや。もう後で後々答えたら。え、そっちか、2位、はい。でで、ダスティン・ジョンソン。あれ？これ本当かな？マジか。もう一つ言うと、じゃあ1位。まあ1位なのになった。まあまあ、ええええ。はい。ででん。バワートソン。うそやん。ええ、嘘でしょ。ちょっと待って、絶対待って。絶対待って、絶対。変則スイングばっかじゃないですか。クセある人ばっかり出てくる時点で。俺、いや、でも2位の時点で怪しいと思ったんですよね、なんか。まあ、絶対出えへんもん。絶対出えへんもん。全然好きな選手じゃないけど。選手のプレーの質とかさ、プレイヤーとしてどうとか、なんか俺的には興味がないから。スイングしかも興味ないから。はいはいはい、はい、まあ、ごめん、今のはちょっと冗談っすね。じゃあ、リアルな。リアルなはちょっと2位と3位、マジで悩むから。おあ、オッケー、今度真面目に答えます、今回は。フレッドカップです。おー、やっぱ入ってくるよね。サイン、僕も好きっす。サインいいなぁ。ちょっと、ほんまにもうちょっと1位以外は正直もうどっこいどっこい。あー、正直カップですわ。ちょっと誰、ちょっ
第2位ですね。誰が言うてですね。分かんないです、カップルスって。そうそう、そんなあれですけど、ちょっと呆れないでください。第2位。はい、第2位。第2位。ウソヘイデン。おお、まあ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 。はい。めっちゃ分かってる。絶対あいつ分かってる。大丈夫かな。じゃあ第1位。はい、まあ1位。まあ想像通りでいいんですかね。もうだってもう何回もブログでも書いてる、はい、うん。そうですね。じゃあ行きます。はい。ローリーマッチョ。あ、キング。圧倒的1位ってことですね。圧倒的っていうのも他、僕の中では他は全く1位と2位でもう雲泥の差があります。それぐらい好きです。あのスイングが。美しい。なんて形容したらいいんですかね、あのスイング。僕、奥田さんがあのスイング形容したら何なんですか、多分。ちなみに。神。神。さすが。そっか。ね、神が尊敬するんですよ。そうか、そうか、そうか、それは神ですね。神でしかないですよ。はい、そうそうそう。え、びっくりした、ライターつけたかな。いやいやいや、びっくりした、お前が。こういうスター、タバコ吸い出したから、昨日撮影してる時にタバコ吸い出したスターなんで、そういうの許されちゃう。自由奔放すぎるよ。じゃあ、最後に僕がマキロより好きなスイングかもしれない風順君のスイングを。おおおお。打てるよ。いやでも、いやでも本当にそれぐらい。何位ぐらいですか？風順プロ？はい。おお、ランキング。ランキング？ランキング。奥田さんとか。どのランキング？どのランキング？この三人。あ、サトシ、トシ、風順。それ聞こえないですか？聞いて聞いた方すごくショック受けないですか？そう、大丈夫受けない。いや全然全然。もう真摯に受け止める。真摯に受け止めて、これを糧に頑張ろう。おお、トップだけでいい？トップはもう確実にですあのあの子ですよね。まあ、あの教えてる女子のツアープロの子やけど、すげえ変化球ってそれが一番綺麗よ。そっか、誰が見ても綺麗よあれは。うもう出してないけどさ、どうだよ、一切出さへんけど。ちょっと嫉妬してるやん。思った答えが得られなかった。いや、それは凄さで言ったら風純プロさん。ああ、もうどう考えてもマネできるってことは、そういう意味ではマキロイとどうか。おお、あんな絶対できんやん。ああ、話せんぐらい。誰がマネできるんじゃん。誰がマネできんじゃん。じゃあ、締めでお願いします。はい、ちょ、マキロイ意識して打ってみて。マキロイどんなやつ。全然好きちゃうやん。テイクバックでグニンってなる。えぐ、それでもえぐ、なんかテイクバックの瞬間左膝が一回伸びるんで入れちゃうけど。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。やばいっすね、マジで選手知らない。そうですよ、マジで知らないですよ。呆れるでしょ。アマチュアの方が知ってるんですよ。いや、こんなプロゴルファーの方が珍しいだって僕は他に教えてたあのジュニアと学生とか、はいはい、やっぱみんな知ってますもん。ああ、なるほど。プロの試合とかも見てるし、テンションも詳しいですけど、トシコーチが特に異常なだけ。ほんまに自分以外興味ないんで。だって、見てますあのシード選手いるじゃないですか、はい、前の撮影してた場所で、多分ブログとかでちょっと書いたことあるかもしれないけど、僕行って、そのシード、はい、ほんまに上位に食い込んでいったライトップのシードプロが、後ろで見てたんですよ。トシ君、フージュン君が打ってる人で僕が見てて、このシードプロも後ろで見てたんですよ、僕の横で、はい、まあ、僕には挨拶仕上がりませんでしたけど、仕上がりません、見てるんですよ、ラストで。で、フージュンプロ、ド緊張してるんですよ、ド緊張して、トシプロ、なんの緊張もせずに、どこにドリフやってるんですよ。ドリルやってるんですよ。で、その人が帰った後に、フージュンプロ、グループ、めっちゃ緊張したわって言ったら、トシプロ。え、なんで？なんで？いや、あいつに見られてるとか、あいつにどう思われるか関係なくない？さすがやな。関係なくない。だって全部奥田さんにいいと思われたらそれでいいやろ。はい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 、まあ、あいつにいいかどうかなんか判断できんやろ。すごい、まあ、トシさんもし本書いた方がいいんじゃないですか？書けると思います、多分。俺の論文書いたんや。あ、僕はもう、あ、3日もらえば仕上げます。仕上げます。
それではここで私が現在今取り組んでいる飛ばす方法、飛ばしのアクションについてご説明させていただきます。このドリルを取り組んでいただきますと、左腕がですねひっくり返るようにもなりますし、オンプレーンで触れるようにもなりますし、またですね飛距離アップ